今回もやってまいりましたこの企画。PP500 マシンをまんじゅうたちがインプレッションするこの企画。今回はパガーニゾンタ C12 です。ドライバーはもちろん私です。結構安定していますね。ブレーキング時も FR みたいな感じですね。高速コーナーの安定性は高いですね。高速区間は270キロですか。フルブレーキでもあまり車体揺れませんでしたね。跳ねてきて少し崩れましたけど立て直しはすぐできますね。車輪と少し似ていますね。ただ少し曲がりにくいといった欠点がありますね。そうだ、喋ることが少ないのでここで次回の予告でもしますか。次回はリクエストがあったルーテシアルノースポールのクリオブ N14 です。 MR ですが渋滞が妙に大きい車な気がしますね。あれその次が FD の前期型、そしてさらにその次が MRSV エディションです。いやー、近しい音ですね、C12。乗ってて楽しい音です。聞いてても心地いいですよね。うねりがある路面でもそこまで姿勢が崩れないんですか。これはいいですね。そうだ、ここで一つ。質問などがありましたらコメントしてください。質問返答コーナーなどを設けようと思います。さてこの上り区間どこまで伸びるかな。8よりも2ケム落ちですか。ただ感覚的には8よりも曲がってる気はするので有能ですね。カルテルは少しぐらつきながらですけど抜けれましたね。さあここからコーナリングの進化得意な区間。
ここまではサリーンよりも2秒落ちですか。ここからどう詰めましょうかね。今のは危なかったですね。ヒヤッとしましたよ。すいませんね、攻めすぎましたよ。280ゲーム、なかなか早いですね。7分3秒853、今までの車よりも少し遅いですかね。今回乗った感想をどうぞ。そうですね、MR とは思えない安定性があるのとコーナリングスピードの高さ。そしてかなり伸びる直線スピードがかなり魅力的ですね。セッティングを煮詰めて曲がるようにすれば直線伸びてコーナーも速い車になると思います。それでは最後にリクエストがあったので今までの車のタイムをランキング形式で表示したいと思います。ほい。こんな感じですね。S7 が飛び抜けて速いですね。マリサさん速いです。霊夢さんもなかなかですよね。最後に、ウプ主がクラブを新設しました。この上の字幕でクラブ検索をかけるか ID100万5709 で調べてください。質問等ありましたらコメントを残してください。動画内でお答えします。それではここまで見てくださった視聴者の皆さん、ご視聴ありがとうございました。